皆さんこんにちは。佐賀大学血液呼吸器腫瘍内科の小宮和俊です。これから小細胞肺がんについてお話しいたしますが、その前に呼吸器の疾患についての概要を知っていただくために、荒金先生による呼吸器疾患についてを先にご覧いただくことをお勧めします。さて、肺がんですが、小細胞肺がんと非小細胞肺がんの大きく2つに分けることができます。頻度は小細胞肺がんが約 15%、 非小細胞肺がんが約 85% です。非小細胞肺がんはさらに腺がん、扁平上皮がん、大細胞がん、その他のがんに分類することができます。小細胞肺がんは男性、喫煙者に多い傾向があります。また原発層が比較的小さな時期からリンパ節に転移しやすく、進行が早いとされています。そのため無症状で発見される頻度が低く、約 80% の症例では初診時に何らかの症状を有することが言われています。進行が早い反面、抗がん剤や放射線治療がよく効くということが知られています。小細胞肺がんは主に肺門に後発するとされていますが、末梢肺野に発生することも稀ではありません。小細胞肺がんの臨床症状についてご説明します。局所の症状としては、外傷、呼吸困難、胸痛、血痰、左性などが見られます。また全身の症状として、体重減少、衰弱、食欲不振、腫瘍随伴症候群、発熱などが見られます。低ナトリウム血症は小細胞肺がんの約 10% に見られることが知られています。また筋力低下や自律神経症状を伴うランバート・イートン症候群は小細胞肺がんの約 3% に見られることが知られています。肺がんの診断の進め方についてご説明します。臨床症状や理学所見、胸部 X 線や胸腹部 CT などの画像所見、血液検査などから肺がんが疑われた場合は、確定診断を下すための検査を行います。具体的にはここに挙げてある気管支鏡検査や CT ガイド化、あるいはエコーガイド化を用いた経皮的な生検、そして胸水貯留例に対しては胸水穿刺も有用な場合があります。また症例によっては外科的生検を検討する場合もあります。このようにして組織診、細胞診で確定診断が得られましたら、次は病気診断、ステージングのために PET CT、頭部 MRI、骨神経を組み合わせて検査を進めていきます。肺がんをはじめとして悪性腫瘍の病気分類には、この TNM 分類がよく用いられます。 T 因子は原発腫瘍、 N 因子は所属リンパ節、M 因子は遠隔転移です。肺がんの場合、右に示す表を用いて病気を決定しますが、小細胞肺がんの場合には次にお話しします限局型と進展型の分類が一般的に用いられています。小細胞肺がんの病気分類についてご説明します。まず限局型 LD リミティッドディジーズは、病巣が片側の胸郭内に限局し、体側縦隔、体側鎖骨上下リンパ節転移を含み、悪性胸水または悪性心嚢水を有さないものとされています。一方、進展型 ED エクステンシブディジーズは、LD の範囲を超えて腫瘍が進展しているものを指します。頻度は限局型が約 30-40%、 進展型が約 60-70% とされています。次に小細胞肺がんの予後不良因子についてお話しします。これまで知られているものとして、臨床病気、 PS 不良、体重減少、LDH 高値、男性がありますが、
特に重要なのは臨床病気と PS です。下に PS とありますが、これはパフォーマンスステータスの略で、全身状態の指標として広く用いられています。ゼロの無症状で社会活動ができ、制限を受けることなく発病前と同等に振る舞えるから、4の身の回りのこともできず常に介助がいり終日就床を必要としているの5段階に分けられています。小細胞肺がんの治療方針についてまとめたスライドです。限局型の中でも TNM 分類1期の患者さんに対しては、外科手術の後に術後の補助化学療法を行うように勧められています。それ以外の限局型については、化学療法と放射線の同時併用療法が勧められています。進展型の症例に対しては化学療法が推奨されています。ではそれぞれについて具体的に見ていくことにします。ステージ1の治療方針についてご説明します。ステージ1は外科切除後に補助化学療法を行うことで5年生存率が約 40-70% と比較的良好な成績が報告されています。手術不能例であっても、可能であれば化学療法や放射線療法、化学放射線療法が推奨されています。術後補助療法の標準レジメンとしては、シスプラチン、エトポシド療法の4コースが行われています。次に限局型の治療方針についてご説明します。 PS の良好な例に対しては、化学療法と放射線の早期同時併用療法が推奨されています。 PS 不良例であっても、化学療法を行うことで PS の改善が期待できる場合には、化学療法を行うことは推奨されています。さらに化学療法で PS が改善した場合には、放射線療法の追加併用の有用性も示唆されています。 PS 良好例における化学放射線療法のレジメンとしては、化学療法はシスプラチン、エトポシド療法を4コース行うことが進められています。放射線療法は早期同時併用療法で、加速過分割照射法を用いて合計45グレイ行うことが推奨されています。進展型の治療方針についてご説明します。 PS0-3 の ED 症例に対しては、プラチナ製剤を含む併用化学療法が推奨されています。化学療法のレジメンは年齢と PS によって決定されます。70歳以下の PS0-2 においては、シスプラチン、イリノテカン療法の4コースが推奨されています。また71歳-74歳の PS0-2 及びイリノテカンの毒性が懸念される症例は、シスプラチン、エトポシド療法4コースが推奨されています。さらに75歳以上または PS3 の症例については、シスプラチン分割、エトポシド併用療法4コース、あるいはカルボプラチン、エトポシド療法4コースが推奨されています。なお、PS4 については化学療法を行うことは勧められていません。予防的全脳照射についてご説明をします。初回治療で完全寛解が得られた限局型の症例は、予防的全脳照射を行うことで生存期間の延長が認められており、標準治療として行うことが推奨されています。なお進展型 ED の症例については、我が国で行われた臨床試験の結果からは現時点で予防的全脳照射は推奨されていません。予防的全脳照射は1回 2.5 グレーの10回総量25グレーが推奨されています。小細胞肺がんは初回治療で一旦効果が認められても、大部分の症例で再発再燃をきたしてしまいます。特に進展型の症例においては、約1年で大部分の症例が再発再燃をきたしてしまいます。
再発小細胞肺がんはセンシティブリラプスとリフラクトリーリラプスに分けて考えることが一般的となっています。センシティブリラプスは初回治療が奏功し再発・再燃までの期間が長い症例、一般的には治療終了から90日以上経過したものを言います。一方リフラクトリーリラプスは初回治療が無効または再発・再燃までの期間が短い症例、一般的には治療終了から90日未満で再発・再燃をきたしたものを言います。このセンシティブリラプスについては二次化学療法の有用性が認められていますが、リフラクトリーリラプスに関しては二次治療の効果が期待できず予後不良というふうにされています。最後に小細胞肺がんの予後についてご説明をします。臨床病気1期については外科切除後に補助化学療法を行うことで5年生存率は約 40% から 70% と報告されています。限局型については化学放射線同時併用療法を行うことで生存期間中央値は約27ヶ月、3年生存率は約 30%、5年生存率は約 24% と報告されています。進展型では化学療法を行うことで生存期間中央値は約13ヶ月、2年生存率は約 20% と報告されています。以上で私からの説明は終わります。